お、はい、今回ですけども、今週ですね、4月の27日土曜日ですね、シュプリームウィーク11ですね、やっとロプリストンが出てきましたので、そちらを見ていきたいと思います。はい、まあ、ちょっと先週からまあおそらく、シュプリームの30周年のアイテムが出るんじゃないかみたいなリークが出てまして、でまあ今週出るのかっていうことだったんですけども、結局やっぱその通りで発売されるということで、はい、まあ、ただ、発売され、発表されたのはいいんですけども、まあ、反応がなんか、なんか微妙な感じの人が多いような気がしますかね、SNS 見ると。はい。まあ、ちょっと自分は、当日、仕事で並びに行けないんで、まあ、もともとは無理なんですけども、わあ、なんかいいのが来たら嫌だなとかちょっと思ってたんですけども、まあ、ちょっと蓋を開けてみればですね、まあ、本当、めちゃくちゃ好きじゃない、好きな方が買うようなものなのかなっていう商品かなと思いますね。はい。では、早速見ていきたいと思います。はい。で、まずですね、最初の1点目が30周年の T シャツの、コレクションですね。が、収録されてる、ブックですね。コレクションブック。1994年から2024年までなのが入ってるみたいですね。はい。で、お値段が 29,700円、結構なかなかいい値段するなということで、一応これ写真面とか3冊 1,2,3 って書いてあるから、3冊入ってもう本当なんかアルバムみたいな感じになってるんですかね。はい。これがで、ただこれなんかSNS とかで見るとなんか数がなんか少ないっぽいようなこと書いてあったりするんで、まああんまりそんなめちゃめちゃ数が ないんじゃないかなと思ってですね、またもしかしたらね、いつも並びに来る海外の方とかが狙ってくるのかもしれないですし、何とも言えないですよね。値段が3万円近くするし、プレミアつくのかな、プレったりするのかなとかちょっと思ったりするんですけども、まあ、ただ数少なかったりするとね、やっぱ多分おそらく多少はなるのかなっていうところでございますね。はい。ということで、まずこれが1点ですね。で、2点目ですね。まあ、これ T シャツが出るんじゃないかっていうことで、出てたんですけど、まあ、T シャツもやっぱ出ましたね。はい。で、T シャツがですね、ボックスロゴなのかなと思ったら、なんか、初め思ったんですけども、これがなんかタクシードライバー T？ だいぶ昔に出たタクシードライバー T に、シュプリームのクルーたちがサインをした、T シャツが描かれてるものになるんですけども、これがお値段が8250円ですかね。30周年アニバーサリー T。ということで、まあ結構これ SNS とかで見てると、あ、いらねえやっていう方もいれば、なんか微妙、なんとも、期待を、皆さんが期待してる、ああいうボックスロゴ、まあどんな柄で出るのかなとか多分思ってる方が多いのかなとか思ったんですけども、なんか本当、なんかみんなが思ってる、なんか右斜め行くぐらいのなんかもう、っていう感じのものが出てきますよね。びっくりですね。これどうなんですかね。まあでも多分これもアニバーサリーティーだから多分よっぽどプレミアつくと思いますんで、まあみんな狙ってくるんじゃないですかね、多分おそらく。はい。ということでこちらで2点ですね。30周年記念は T シャツとこの、アルバムですね。コレクションブックが出るということで。はい。で、あと一応レギュラー商品ですね。そちらも見ていきたいと思います。はい。で、まず1点目が、ウェーブバーシティジャケット。お値段9万9000円ですね。まあ、これも、まあ、ちょっと今時期的に、暑くなってきたんで着れないですけども、まあ、デザインシンプルで、これいいんじゃないかなと思いますね。これ、まあ、人気あるんですけど、まあ、ただちょっと時期的にはちょっと微妙な感じはしますけども、これ人気あるんじゃないかなと思いますね。はい。で、続いてが、アーチデニムコーチジャケットですね。お値段が3万1900円。デニムコーチジャケットなんですね。いつもなんかナイロンみたいなコーチジャケットが多いんですけども、これデニムなんですね。はい。これも、まあでもデニムなんで、今回初めてなのかな、こういうの。まあ、これも人気ありそうな感じしますね。はい。で、続いてが、アワーレディーワークシャツ。お値段23,100円。聖母マリアの肖像がいくつか描かれたコットンツールのワークシャツですね。まあこれもよくあるワークシャツですね。はい。で、続いてが、モザイク SS シャツ。お値段24,200円。これ、レーヨンシャツですね。これもどうですかね。まあ、ただこれカラーが一色しかないんで、まあ、これもなんか人気あるのかな。はい。で、続いてが、
フーディーですね。ラップドハーフジップフーディー、お値段が 29,700円と、セットアップのパンツ、スウェットパンツですね、お値段 24,200円。はい、まあ、これもまあ、まあよくある後ろにロゴドンっていうか、ちょっとアーチかかってるような感じですかね。はい、で続いてが、ドッグスフーディーですね。まあ、ほんとその名の通り後ろに犬の絵が描いてあるフーディーということで、これが 29,700円ですね。はい、で続いてが、サドンデスフットボールジャージ、お値段 26,400円、ポリエステル素材の、フットボールジャージですね。まあ、これもよくありそうな感じのですね。はい、で続いてが、バギーデニムショーツですね。お値段 23,100円と、続いてがレザーのバギーショーツ、これがお値段 53,900円。まあ、レザーだからやっぱ値段はしますけども、まあレザーなんてこれ数少なそうなんで、これも人気ありそうな気がしますね。結構あのレザーかっこいいですね、これ。はい、で続いてが、あとキャップ類ですね、MLB のチームボックスロゴニューゲラ、お値段12,100円ですね。これもまあシンプルで、サイドにあの、MLB のチームのマークが書いてあるの、これかっこいいと思いますけどね。まあでもただ、まあ最近あのボックスロゴもだんだんやっぱ最初に比べるとやっぱ買いやすくなって、まあ飽きたのかなっていう感じはするんですけども、これはまあでもシンプルでいいんじゃないかなと思いますね。はい。で続いてが、シアサッカー S ロゴ6パネル、お値段9,350円。夏素材のシアサッカーの素材の6パネルの S ロゴですね。はい、これもまあいつも通りって感じです。はい、で続いてが、スクリプトロゴの6パネル、お値段が8,800円。まあ、これもなんかチェック柄で可愛らしい感じですね。はい、で続いてが、フューチュラのライトウェイトバラクラバ、お値段5,500円。これもね、バラクラバ、どうなんですかね、これも。はい、で続いてが、ジュールパンスセイントピロー、37,400円、クッションですね、フランスの国宝企業に認定される朗報インテリア雑貨メーカージュールパンスのクッションですね。まあ、これも、あでもまあこれも人気あるかもしれないですね。これ1個で37,400円ってことかな。色が1個赤と黒って感じですか、これは。はい、で、続いてが、CEO のマイクロフリッパーポケットナイフ、お値段16,500円。結構しましたこれ、ナイフ、これもなかなかしますね。これかっこいいですね。多分値段が結構しますね。はい、で、最後がウェーブンピン、これが、1650円。ちょっと今どういうのが出るかっていうか今出てないんですけども、波のキャラクターのピンズって書いてありますね。はい、ということでこちらで以上ですね。はい、ということで、まあ今週もまあまあ商品数はあるんですけども、まあこの30周年のアニバーサリーが、まあ果たしてどれぐらい人気あるのかっていうところですね。まあ数は多分少ないと思うんで、まああとはやっぱり昔から、シュプリーム買ってる方は買われるんじゃないかなと思ってですね。はい、まあちょっとまあでもただ商品的にはなんか皆様が期待してた商品じゃなかったような、そういう、なんていうんですかね、そういう印象がするかなっていう感じですね、 SNS 見ると。はい、ということでこちらで以上です。はい、ではですね、今週も、欲しいものがある方に関しましては、頑張りましょう。はい、ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。ではさようなら。